ポメラニアン。ポメラニアンは犬の品種、犬種の一つ。祖先犬はスピッツ系に属する他の犬種と同じく、サモエド、ロシアのシベリアを原産としたトナカイのバンヤカモシカがり、ソリビキをする犬であると言われる。ポメラニアンという名前は原産地のバルト海南岸の三つの川に囲まれた低地であるポメラニア地方にちなんでいる。現在のポメラニア地方は、 大部分がポーランドに、一部がドイツに属しており、この地方では古来より様々なタイプのスピッツ系の犬種が飼育されていた。ポメラニアンは体育の小ささから愛岩犬に分類される犬種だが、もともとはジャーマンスピッツのような中型のスピッツから品種改良を重ねて小型化された犬種である。国際畜犬連盟からもジャーマンスピッツの一品種に分類されており、多くの国で 小さなスピッツを意味するスベルクスピッツ、ズワーグスピッツあるいはクラインスピッツクラインスプテスとして知られている。ポメラニアンが流行犬種となったきっかけは17世紀以降多くの王族が飼育を始めたことによる。特に愛犬家として知られるビクトリア女王が小さな体育のポメラニアンを愛好し熱心に繁殖させたことによってポメラニアンの小型化に拍車がかかり、 世界的な人気犬種となっていった一説には1888年女王自らがこの犬をイタリアから持ち帰ったとも言うが一般にはもう少し以前からイギリスで飼われていたと考えられるビクトリア女王の存命中にポメラニアンの大きさはそれまでの半分程度にまで小さくなった外してポメラニアンは眼睛で丈夫な犬種と言えるが室外骨脱球と 企画拒脱を発症することがある。また、稀にではあるが、黒縁病と呼ばれる遺伝性の皮膚質による脱毛症に罹患することもある。アメリカでは近年飼育数が常に上位15位までに入っており、世界的な小型犬の流行に一役買っている犬種となっている。ポメラニアンは、体重1.9から5 0キログラム体高13から2 8トルという、 小型犬である。小さいながらも丈夫な犬種で、荒く豊富な紐と長い飾り毛のついた薪を持つ。首と背はだ飾りのような、全部は羽飾りのようなトップコートが密生している。最初期のポメラニアンの毛色はホワイトがほとんどで、稀にブラックが見られた。ビクトリア女王は1888年にレッドの紐を持つ小さなポメラニアンを飼育しており、 19世紀末まで、この毛色のポメラニアンが流行するきっかけとなった。現在のポメラニアンは、ホワイト、ブラック、ブラウン、レッド、オレンジ、クリーム、セーブル、ブラックタン、ブラウンタン、スポット、ブリンドル、トランゲ、そしてこれらのカラーのコンビネーションと、あらゆる犬種の中で最も多様な毛色を持つ犬種となっている。中でもオレンジ、ブラック、クリーム、クリーム、 ホワイトが一般的な毛色である。単色の紐をベースに、ブルー、グレーの縁模様が点在するパターンであるマールの紐を持つポメラニアンは、近年になって作出された。ベースとなる紐は、レッド、ブラウン、ブラックが多いが、その他の毛色も見られる。ただし、ブリンドルマールとレバーマールはスタンダードとして認められていない。さらに、マールの紐の場合、瞳、 鼻先、肉球の色が、他の毛色のポメラニアンとは異なり、瞳はブルーで鼻先と肉球は、ピンクとブラックのブチ模様となる。ポメラニアンの紐は密生した、ダブルコートで手入れそのものは難しくはないが、密生しており、抜け毛も多いため飼育者は毎日ブラッシングすることが、望ましい。トップコートは長く荒い直毛で、アンダーコートは短く密生した柔らかい紐である。 紐は、もつれやすく、特に、アンダーコートは年に2回かやするため、この時期には、抜け毛が多くなる。ポメラニアンは、有効的で活発な犬種で、飼い主と共にいることを喜び、仲間の保護意識も旺盛である。飼い主に強く依存し、しつけがされていない場合には、飼い主と離れることに激しい負を感じることがある。環境の変化にも敏感なため、新しい外的刺激に、 対して、吠えやすい傾向にあり、放っておくと無駄吠えの癖がついてしまうことがある。縄張り意識も若干強く、外部からの騒音にも激しく反応する。とはいえ、ポメラニアンは、知性豊かな犬種で、しつけが入るのも早く、飼い主が適切な飼育をするならば素晴らしい。家庭検討な。ポメラニアンの平均寿命は12から16歳程度で、適切な食事と運動を与え、 定期的に紐のトリミングを実施しているならば、問題はほとんどなく丈夫な犬種である。純血腫には利病しやすい特定の疾患があり、例えば股関節異形成は多くの純血腫に共通の疾患だが、ポメラニアンは体重が軽いためこの疾患にかかることはまずな。ただし、紐、歯、耳、目の手入れが適切ではない場合、健康上の問題が発生する。 可能性があるため、定期的なケアが望ましい。毛色がマールのポメラニアンでは、軽度から重度の難聴、抗眼圧症、屈折異常、小眼球症、抗彩血損症を発症しやすい。両親ともにマールのポメラニアンから生まれた犬であれば、さらに骨格異常、心臓異常、生殖異常のリスクが高まる。室外骨脱臼はポメラニアンでは、 比較的多く見られる症例で、先天性異常や外傷によって発症する。気管虚脱は、気管子障害に起因する呼吸障害で、小型犬に多く見られる。通常であれば筒状になっている、気管子が、扁平化して、軌道を塞いでしまう症例で、過チの鳴き声のような咳、前鳴が特徴であり、運動に耐えられず、短時間の失神、高温化、運動中、 興奮時の咳の悪化といった症状を伴う。ポメラニアンは抜け毛、メラニン色素沈着を伴う、黒縁病と呼ばれる、皮膚病に罹患することがある。メス犬よりもオス犬に発症する傾向があり、遺伝的疾患ではないかと考えられている。生成熟期以降に発症することも多いが、あらゆる年齢で発症する可能性がある。黒縁病と、 類似した症状を呈する疾病として、クッシング症候群、甲状腺器用低下症、慢性皮膚感染症、生殖ホルモン疾患が挙げられる。その他、オスのポメラニアンに見られる疾病として、低流抗ガが,がある。この場合、低流している抗ガを外科手術で摘出する必要がある。現在のポメラニアンの祖先は、極地原産の大きな刺激圏で、中世ドイツ語で、 尖った、鼻先を意味する、スピッツあるいはウルフスピッツと呼ばれていた。スピッツは、もともと16世紀のエベルヘルト2、ザインの宮廷で、犬の鼻やマズルを意味する用語として用いられていた、言葉だった。ポメラニアンは、これらのジャーマンスピッツが祖先であると、考えられている。ポメラニアンという名称は、バルト海に面したポーランド北西部から、ドイツ北東部にあたる、 ポメラニア地方にこの犬種が関係していると思われることにちなんでいる。この地方はポメラニアンの直接の原産地ではないが、現在のポメラニアンの元となる犬種を繁殖し続けていたと考えられている。しかしながら、イギリスに導入される以前のポメラニアンについての正確な記録は残っていない。 ポメラニアンに関する最初期の記録は1764年11月2日のもので、ジェームズ・ボズウェルがドイツとスイスを旅行していた時の日記のフランス人男性がポメルという名前のポメラニンを飼育しており、非常に可愛がっていたという記述である。他に、ウェールズ人博物学者トマス・ペナントが1769年の著作、スコットランド旅行記に ロンドンの商人がポメラニアンと狼を交配させた子孫のことを記述している。二人のイギリス王族がポメラニアンの改良に大きな役割を果たしている。1767年にイギリス国王ジョージ3世の王妃シャーロットが2頭のポメラニアンをイングランドへと持ち込んだ。フィービーとマーキュリーと名付けられたこれらの犬はトマス・ゲインズバラの絵画にも描かれている。 現在のポメラニアンよりも大型で、伝わっている話では14から2 3ラム程度の体重と言われているが、豊富な紐、立ち耳、背中に巻いた尾など、現在のポメラニアンと同様の外見で描かれている。シャーロットの孫にあたるイギリス女王ビクトリアも、ポメラニアの愛好し、大きな繁殖犬舎を所有していた。ビクトリアお気に入りのポメラニアンの中に、 体重5 4ラムと伝えられる小柄でレッドセーブルの毛色をしたウィンザーマルコという名前のポメラニアンがいた。ビクトリアが1891年以降、ウィンザーマルコを展覧会に出陳したことによって小型のポメラニアンが人気となり、繁殖家たちがより小型のポメラニアンの作出を目指すきっかけとないる。 そしてビクトリア存命中の時点でポメラニアンの大きさはすでに半分以下になっていた。ビクトリアはヨーロッパ各地から様々な毛色の小さなポメラニアンを輸入して自身繁殖しポメラニアンの改良と人気の高まりに一役買った。ビクトリアの他にポメラニアンを飼育していた当時の王族にはフランス皇帝ナポレオンの王妃ジョゼフィーヌ・ドボルネア イギリス王ジョージ・ヨ4セイラがいる。ポメラニアンの愛好クラブがイングランドに設立されたのは1891年のことで、1898年にアメリカのアメリカンケネルクラブに最初のポメラニアンが登録され、1900年には犬種として公認されている。1912年に客船タイタニック号が沈没した時に生き残った犬が3頭いるが、 このうちの2頭がポメラニアンだった。そのうちの1頭はマーガレット・ヘイズが飼育していたレディで7号救命ボートにヘイズと共に乗り込んで難を逃れた。もう1頭はエリザベス・バレット・ロス・チャイルドの飼育犬で6号救命ボートに飼い主と共に乗り込んで生き残っている。1926年に開催されたウェストミンスター・ケネル・クラブドッグショークラスで グレンローズフラッシュウェイが出陣したポメラニアンがチャンピオンを獲得した。これがウェストミンスターでポメラニアンが最初に賞を獲得した記録である。そして1988年のドドック賞でグレート・エルムス・プリンス・チャーミング2世という名前のポメラーンがポメラニアンとして初の全クラスの総合チャンピオン権を獲得している。 国際畜犬連盟による犬種のスタンダードが1998年に改定され、ポメラニアンは、キース・ホンドと共にスピッツ、ジャーマン・スピッツのカテゴリーに分類された。このスタンダードによればポメラニアンなど、スピッツ系は魅力的であり、ユニークな個性と気取った外観であるとしている。アメリカでは、ポメラニアンは人気犬種で、 アメリカンケネルクラブの登録等数は2000年から2010年にかけて上位15位以内に入っている。日本でも1999年から2010年にかけて常に上位10位以内に入っており、2007年からは上位5位以内となっている。一方、イギリスでは2007年と2008年には上位20位にも入っていない。オーストラリアでは1986以来人気が、 減少しており、1987年にオーストラリアナショナルケネルカウンシルの登録等数は1987年の1128等がピークで2004年には491等、2010年にも561等の登録にとどまっている。2008年のアメリカ各都市別のランキングではデトロイトでアメリカンブルドッグと並んで10位、オーランドでも10位、 ロサンゼルスで9位、シアトルでアメリカンブルドッグと並んでの7位、ホノルルではラブラドールレトリバー、ジャーマン、シェッパードドッグに続く3位など、大都市部で高い人気を誇る犬種である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。